イグマン、ケンパ、ケンパ、足のステップで音を刻んでいく、そんなダンスだよ。人生は次元だ。リュウタ博士、タケチャ博士、ジェンコ博士、どうも次元道場です。というわけで本日は、本日はダンスレッスン。いやーあれですよ、もう日本がね、家に引きこもるという時代になってますけども、はい、家でもできるダンスレッスンでのせっかくなんで教えていこうかななんて思ってますね、はい、ね。自宅待機の間にダンスのジャンルがなんと5個も覚えれる、すっごいレッスンになっておりますので、うん、見てね見てね、僕らから一緒に踊ろう。じゃあまずはヒップホップやっていく。 Yo! ヒップホップだ Yo! Yeah! 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 じゃあね、ヒップホップでよくもうこれ一番最初に習うんじゃないかなっていうものはランニングマン。ランニングマン、そう。じゃあ足を前と後ろに入れ替えるだけなんだけど、まずケンケンして、ケンケンケンしたらケンパしたくなるじゃん。ケンパをするときに前に足をペンって開くから、ペン、前後ろに足を開く、ケンパケンパケンパ、そして左足もケンケンパケンパケンケンパの時の状態の膝が緩い状態、このこれ実はダウンしてるんだけど、ケンパの時にちょうどダウンしてます、ケンパ。だからケンパって言いながらやるとランニングマンができちゃうぞ。 Next step、 ロックダンス。ロックダンス、ロックダンスとは体の一部を鍵をカチッとかけるようにロックすることです。ハローハロー、え、何っていう感じで手をパッてやります。後ろに肩の後ろをポンって叩こうとして叩いて、スナップでしなりで跳ね返す。ペンテレレンペンテレレンで後ろのポンテレレンで、でテンテレレン来たら最後肘を思いっきりギャッと横に開いてロックで、帰りも回して手首から回して、ここのまっすぐここの筒を通るような感じで、ぐるるん、シューってもの、エレベーターここ通ります。エレベーター通ってきて、肘をガッと開いた時に、ちょうど直角ぐらいに手をガッと開きます。その時、そう、その開きはいいから、今度はお腹をくの字にぐっとお腹で曲げます。ここからテンテレガン。ガン。あ、なるほどね。むしろこっちね。そう、で、ロックは基本がこのアップのリズム。アップ、あ、なんか上にノリノリのリズムをやってくれたら正しいです。アップタララ、うん、アップタララです。 OK、 じゃあネクストステップいってみよう。レッツゴー。ネクストステップ、次はハウスダンス。ハウス、ハウスとはちょっと速いテンポのハウスミュージックに乗せて、うん、足のステップで音を刻んでいく、そんなダンスだよ。パドブレというハウスのレッスンだったら一番最初に大体やるものがあるから、それを教えるよ。よし、じゃあまずは足をキック、キック、ついて、ついて、そう、キックついて、はい、用意ドン、用意ドン、そう、用意ドン、キックついたら足を3、1、2、3ってやるんだけど、足をこのままコンパスだと思って、ウィーン、ガシャッ、ドン、ウィーンがジャンプ、ポン、今コンパスって言ったら後ろにテンテン、テンテン、そう、ウィーンがジャンプ、テンテンです。キック、ついたらついた反動でもうそのままキック、キック、ついたらこのままこうやって、そう、こっちの右足のあるところに足を揃えに行く、で揃えに行って、おっとっとってなる感じ、そう、後ろに揃えに行って、おっとっと、で前にまた戻る、いきますよ、せーの、キックついてトントントン、キックついてトントントン、これがハウスダンス。みんな覚えたかな。ハッドブレッ
行ってみよう。はい、じゃあ次のネクストステップはブレイクダンスを先にやっていく。おお、だからお前の番じゃねえ。今日は皆さんにブレイクダンスを教えます。イエーまずはアップロック。はい、アップロック。アップロック、アップロック、アップロックはですね、相手を威嚇するダンスなので結構挑発的なダンスになります。ポーズはですね、まあ好きなので手はいいんですけども、今はちょっとあえて決めさせていただきます。はい、まずは右を肘を出します。右肘、そしたら手を左で叩く。はい、そしたら手を後ろ、このように後ろに、はい、で前の時に腰を入れて、で前、はい、手の動きはこれです。もう一度いきます。はい、肘、前、前、後ろ、後ろ、前、前、そうです。せーの、肘、前、後ろ、前、そうです。これが上半身の動きです。そしたらですね、まず肘、この時にジャンプ、はい、ジャンプするんですけども、着地は片足になります。どうして揉まないの？はい、どうしたの？いや、大丈夫です。はい、全然大丈夫です。せーの、パン。そしたら、まずは前、前で腰は引く。腰がすごい出てるように見えますよね。違うんですね。そしたら、手を後ろでやってみて、腰を前。そんな出します？どうです、どうします？そんな腰出せないです。で、次しゃがむ。これがアップロックです。はい、はい、もう一度いきます。いいですか？はい、いいか？やったのか？よし、いきますよ。うーだそうだった。はい、うーだそうだ。連続でできることができるのがアップロックです。以上、ブレイクダンスでした。それでは、ネクストステップいってみよう。いや、せーのはい、それではラストのレッスンになっていく。よし、じゃあね、最後は純子先生がですね、大得意のバックダンス。バックダンス、バックとは手をバババババって、手をいっぱいムチのようにしならせながら、そして胸も腰も大きく使っていくとダイナミックなダンスになっていきます。こんな風に、すごいダイナミックだね。そう、上にこうやってまっすぐまっすぐ伸ばして、うん、で前と後ろにポキポキって折りながら、うん、これそれなんだけど、胸をこうやって前にバイーンと出します。あ、こんなアップできないけど。あ、嘘、うん、できるよ、もっとやって。アップ、アップできるよ、ちゃんとできる。腰出すぎ、出すぎ、腰引っ込めて、うん、いや、おかしいやないかい。え、おかしいやないかい。何が太くなってるやないかい。お前の方が太くなってるやないかい。なんだよそれ、太くなってるやないかい。いちいちでかくなってるよおかしいやないかい。太くなってるやないか、お前も。おお前のお尻来てるやないか、もうお尻よりでかい。いや、でかい、太くでかい。これはまさかの、まさか、せーの、デッテレー。実験道場からみんなでプレゼント視聴者ドッキリでした。ドッキリ大成功。あそこが太く大きくなっちゃうドッキリなんですけど、皆さんどこが太く大きくなったと思いますか？いや、そりゃね、お胸と股間でしょう。いや、どこ見てんのいや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 、そんなこと言っちゃってる人不正解。全然、ちょっとね、みんな横島な気持ちで実験たち見てるんじゃないかなと思って、私たち試しました、はい、いいですか？じゃあ正解いくよ、みんな。正解、このね、今からコメント欄に書いてね、この答えを見る前にどこが太く大きくなっているかを今コメントに先に書くこと、そして一時提示して、そうそうそう、気づいちゃったって人はコメントに書いてください。書いてください。そうですね、書いてんの、今書いてる、書いてる、なんて書いた。よし、書き終わったな。ヒントね、ヒント、うん、8箇所以上。8箇所以上じゃあ答え合わせ動画いってみましょう。お疲れ様です。
わかりづらいけど、あ、俺わかんないかもこれ。どういいぞ、どうぞ。次の段階はもっと太く大きくしちゃうよ。えこわはい、ふぼ大きくなりました。えっ、他もすごいやってな。はい、こんな感じです。いや、はみ出てる、はみ出てる。いや、絶対見た。よし、あ、もう行きましょう。初めての化粧して勘違いみたいなね。うん、間違えた。あ、歯についてる。うん、いいじゃん。はい、はい、ということで正解は猿でした。ちょっとね、見えづらい部分あると思うんで、じゃあ、純子ちゃんカメラ持って。はい、我慢我慢。まずは、でかすぎる胸でっぱい。これはちょっとね、うざいからね、怖い。うわっ、危な危な、あっ、痛い。これはもうね、わかってるね。そしたら、そしてあと男性陣の股間。それだと私ですよ。え、俺入ってないよ。いや、嘘だ、入ってるでしょ。それ見え張ってない？期待に股間をもっこり膨らませてですね。やめて、その変なもの。はい、分かりました。はい。あ、服入れたの？俺は服を入れてた。プシューって言った。僕はね、こういう風に。うわっ。いや、そりゃ、そりゃそうなるでしょ。なんでそうしたの？はい、というわけで、あとはね、ジューコ博士の口紅。お、ね、口紅がどんどんでかくなってたね。めちゃめちゃでかくなってますよ。そうか、あとはね、ほとんどの人気づかないと思うけど、僕の眉毛。気づくだろ、それは。いや、キングボンビやないかい。それではね、うん、その細かいところやっていきましょう。はい、よし、行こう。こっちだよ。まずはこいつ。はい、まずはこちら。ででん、ラプノスケ。大きいラプノスケがめちゃめちゃ眉毛太く。そう。タケちゃんと一緒じゃん。タケちゃんの仲間だからね、ラプノスケは。仲間だったんだ。ラプノスケです。はい、というわけで、これが次。これ次。あ、これをなんか実はやってた。風船。地面に転がった風船。ほら。最初に置いてたのはこっちで、うん、だんだんでかくなって、最後も絶対わかるでしょうっていう。すごい。サイズの違いになってまーす。見てみて、アハ体験みたいになってるよ。この次は、こちら。実は後ろに置いてあった、黒板消し。雑だな。そう、雑。雑だな。黒板消しがこんなになっちゃいました。はい、最後、ヒップホップのプ。もう、こう見ると、プって読めないね。でかすぎて。でかすぎた。気づいてくれた君たちはすごいでかい。太いよ。でかくて太い心の持ち主。というわけで、以上、実験道場でした。はい。このチャンネル気に入った人は、チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントをお待ちしております。はい、あとはですね、TikTok、TikTok。TikTok やってますので、ぜひよかったらフォローの方お待ちしてます。はい、ということで、じゃあ全然ね、やらしい心が捨てて、細部にわたってですね、いろいろ気づいていくことが大事なんじゃないでしょうか。なんで最近そんな風に締めるの。それでは、Good! See you next week! バイバイ。バイバイ。Yeah!